ジングルベル、ジングルベル。さあ、みんな何がプレゼント欲しいのかな？お、ティッシュ箱もよーく寝てるな。何が欲しいのかな？君は。ん？お、HPP1。なるほど。わかったな。じゃあ、はい。君には HPP1 あげる。じゃあ、お、霧吹き。君は何が欲しいのかな？お、i キューブ V2。確かに V2 いいね。V2 かわかったぞ。じゃあ、はい。これ。なんだこいつ、何欲しいって、はぁ、なんだこいつは、舐めてんなぁ。お前はこの靴下の中に入れといてやるよ。ほら、紙が欲しいんだろ。ほら、これやっといてやるよ。お、コーヒーメーカー何が欲しいんだ。ん、戦艦ストライク。シャツ長です。今回は戦艦ストライクの実況をやっていきたいと思います。こちらのねアプリはですね、なんとこの戦艦を 3D で操って、そしてこう潰すというね、今までよくあったゲームでね、よく戦艦たちをオート操作でみたいな感じでね、動くものもあれば、まあ、動かないものもいろいろあったんですけど、今回は 3D で動かせるということでね、ちょっと今回やっていきましょう。というわけで今回は戦闘参加ちょっとねやっていきましょうか。チームに参加し、そしてこんな感じでねマッチングしていきますけれども、こちらねマルチの対戦がなんとできるわけですよ。6対6でね対戦ができるわけなんですよ。まあ今はねちょっとねCPU だけなんですよ。僕先行の方でやってるんですけど、はい、やっていくんですけど、こちらのアプリね一応ねベータ版がもうそろそろ出るというわけでね、まあその時にまた僕は今コンピューターと戦ってますけれども、人とね人同士で戦えるようになってます。操作はね左のところのね前のスロットルをこうやってやるとね自分のね速度が上がるというわけでね、重かじ、取りかじですよ。右が重かじって言うんですよ。重かじですよ。なんでね自分の艦を操作して、こんな感じでねこういう風にいろいろいるわけですよ。こうやって狙って、もうちょっとかな、もうちょっと、もうちょっと、ミッチーがいる。ほら、いけ、ヨシリンどこだよ違うか。お、当たるかな。よし、ミッチーに当たったぞ。よしよしよし、こんな感じでね精密に狙いを定め撃ったりだとか、あと魚雷も撃てるんですよこれ。めっちゃ味方の艦邪魔だけどめっちゃ味方の艦邪魔だけど、お、魚雷撃つか、ここワンチャンいけんじゃない。魚雷はね右の人がなんとかしてくれると思うよ。よ、これは敵だよね。ちょっと待って、寄りすぎ、寄りすぎ、ほらほら、魚雷当てーの、いいっすね。味方に当ててんだよな。ちょ、待って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 、あー、ぶつかるぶつかるぶつかる、しかも沈没してるし、撃沈されてんじゃん。ちょっとアレックス、アレックス、ちょっと待ってよ、待って、また魚雷撃たれてんのか。やべ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 、あー、一本当たった、いてー。魚雷ね結構速度は遅いんだけど、修理速度は遅いんだけど、一発の火力がやばいということでね、なかなかなんですけど、よし、ここら辺にしようか。お、当たったんじゃね魚雷、イエーイ、撃沈、いいっすね。ちょっと待ってよ、やばいやばい、忙しい忙しい。あ、ミッチ逃げてる、あ、ミッチ逃げんなよ、ほらほら、一発当たれ、一発、あー、これはちょっと魚雷まだダメだ、ここじゃ。あ、ミッチ死んでるまあこんな感じでね、ズームできてこういう風に打てたりとね、本当の戦艦さながらのあのね戦闘もできるというわけなんですけれども、まあまあまあ、これがねなかなかよくできていましてね、偏差射撃だったりするとこういう風に当たるわけなんですけど、これをいかにうまくできるかというところがね大事なんですよ。当たるかな、こっち方向、この、あ、打てねえ、まだ、ちょっと待って、あともうちょっとで、あれは風船の灯火なんだ、あともうちょっと、取られた、誰か取られた、ちょっと待って、アレックスがまたここに復活してるぞ。よしよし、飛行機も来てんの、わ、マジかよいろいろありますね。いやー、登場する戦艦はね一応ね100種類以上というふうに言われていてね、
まあ、いろいろな戦艦が使えるわけで、こちらはまあマルチの戦いなんですけれども、それ以外にね、普通のメインのシナリオは実際の戦争をモチーフとしたものがね、あったりだとか、そこら辺もかなりねリアリティがあっていいんですよ。このアレックスちょっと潰そうぜ。右にオーモカージ、オーモカージ。はい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 。ああちょっとあれだな、ぐるぐる回ってるな。ああっち狙えばいいんじゃね、ワンちゃん。それ。あダメか。ちょっと待ってよ、これ狙える。あ空母だ。いいな空母。どんな感じなんだろう。よしよし。空母潰したぞー。ちょっと待って待って、あ、またミッチ生き返ってる。ちょっと待って、自分の戦艦の体力を修理修理。ちょっと待ってよ、どこと、よし、アレックスここか、まだか。ちょっと待って、ミッチ狙いたいな、ミッチ狙いたい、これ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 、ミッチ狙いたい、ミッチ狙いたい、ミッチ狙いたい、オッケーオッケー、ミッチここか。こういう風にね、ここ撃てば当たりますよ。あーやばいやばい、タイタニックになる、やばい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 、危ない危ない危ない。よしよし、魚雷撃てんじゃね、まだ撃てない、あら、あともうちょっと、この方向操縦できません。どうやば、うわ落ちた、落ちた、落ちとるやんけ、おい落ちとるやんけ、速攻復活じゃい。よし、このね、やっぱ 3D で戦えるのって僕初めてやるんですけど、これいいですね。やっぱ船の戦いっていうとね、こう偏差射撃が主になってきますから、ここら辺をねどこら辺撃つかなーっていうのでね、ちょっとね自分で考えて撃つわけですよ。よし当たれ、あー当たらねえ、なんか当たってない君たち同士が君たち同士当たらない、大丈夫、おし、あどっちもいい、アレックスでもいいから、むしろアレックスの方がなんかいいかもしれない。ちょっと待ってよ、さあここで、あー味方の魚雷当たるじゃん、おいおいおい、ちょ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 、おーまふざけんなよ、あらおーまふざけんな、おい、おしおしおし、いける、おおこれは絶対アレックス死んだでしょ。我が軍はまだ、イエーイ復讐だぜ、おいちょちょ、レンレン、ちょ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 、当たる当たる当たる、あ痛い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 これはね、なかなかね、ぶつかっちゃうやつなかなかありますんでね、そこら辺注意した方がいいですね。あアレックス、アリス、リスポンした攻撃を受けています。ああともうちょっと、コーディコーディ、いけるいける、あー取られた、くそ味方に取られまくるな、私も、あこれ普通に装填してる、魚雷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 先生、魚雷先生、魚雷先生、早魚雷先生、魚雷先生、オッケー撃ってた、いけるぞこれ、あーこれモロいったっしょ、イエーイ、やっぱ魚雷強いわ、魚雷先生やっぱ強いんですよ。ちょっと待ってよ、ここでよし、いける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 、味方取られる、味方取られる、よし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 、斉藤さん、あ早く早く、あ終わった、どっち勝った、よっとというわけでね、こんな感じですよ。なかなかこの 3D のグラフィック綺麗ですよね。やっぱりね、戦艦を実際に操るってところはね、自分の腕もありますからね、なかなかこういろいろな戦艦を使って皆さんもねちょっと遊んでみてください。ダウンロードリンクの方はね下の方にありますので、ぜひぜひダウンロードの方よろしくお願いします。もちろんねこちらねギルド戦などができるので、自分の単品だけの戦いではなくね、チームで戦うっていうのもあるみたいですよ。はい、というわけで今回は戦艦ストライクやってまいりました。皆さん戦艦好きの男たち、これでぜひとも正月を過ごしてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。